一年11月3日は、平安時代前期の天台宗の僧。一般的には、僧王王将と記述されていることが多い。根流大使とも言う。大見国浅い軍の人で、属性は、一位石。比叡山に、武道寺を改装。千日解放行の祖とされ、数々の霊言館が伝えられている。なお、最長の伝業大使、縁人の自覚大使の仕事は、 総王の創生による。天安二年、右大臣、藤原義美の娘富子が重病で瀕死の状態に陥った。両将はしきりに書状を送り総王の助けを求めたが、総王は天台宗で定められた、徳度後十二カ年の鹿山修行に入って、まだ四年目であり、本来、三門を出てはならない身の上であった。しかし、支援人は両将が、 自分の身代わりに総王を得度させたのは、総王の記念の力を頼るためであり、この救難にあたって、両将の要請を断り、籠山の誓いを守るのは、治癒の胸に背き、理性の意を違えるものであると悟し、速やかに両将邸に行くよう命じた。総王が両将邸に行くと、そこには各、山各寺の瞑想が所狭しと集まり祈祷していた。 粗末な布をまとった総王は下劣のものとみなされ、総王はへり下って電柱には上がらずの木下に座って、主を唱えた。ほどなくして、悪霊を呪爆したが、誰も彼も自らが呪爆したものと申し立て、誰の言かわからない。すると、その霊が基長を飛び越え総王の前に来て踊りながら、叫び声を上げた。草王が霊に、元のところに帰るよう命じると、また、 貴重の中に飛び返り、しばらくして屈服の言葉を述べた。両将は感激喚起し、居並ぶ人々は驚いて、騒音を見た。上岸三年、騒音は、聖和天皇の勅命により散大し、阿飛社の法を行った。二人の同時を受爆し、何者かと尋ねると、松尾明神だと答えた。天皇が疑問に思っていたことどもを、 倉人と頭の藤原元常に尋ねさせたところ、いずれも明快に解決した。ところが、その後、天智の藤子が他のことを問うと、病人は答えなかったので、藤子は、もしや、懲りの類ではないかしらと馬鹿にした。しばらくして、藤子は急病にかかり、支度に退出し、4日後に亡くなった。上岸4年、吉野の金富山で3カ年暗居に入ったが、 相王の夢の中に三人の童士が現れ、我らは、今後同士である。そなたの支援に王将の命でやってきた。だが、まだそなたの力では我らを使うことはできぬようだ。ひとまず帰って、後日また来よう。努力しろ、努力しろと告げた。その年のうちに暗挙を中止し、冷え山に戻った。上岸四年の秋、双王は直命により散乱し、 生は天皇の支柱を直すべく火事。耐えがたかった支柱が消え、その晩天皇は安眠できた。明け方相王は離修行を唱えた。天皇は目覚めた後、神は夢を見た。八人の皇僧が、商人の声に従って、共に家事していた。目が覚めたら、傷んでいた歯がいつの間にかどこかに抜け落ちて、亡くなっていた。商人の玄徳の印だとおっしゃった。そこで相応は、 今朝、李修行を唱えました。この教の八大菩薩が御身を守り立てつったのかも知れませんと申し上げた。天皇はいよいよ感嘆した。総王が退出して棒に戻ると、京箱の上に一本の歯が乗っていた。総王は自重を呼び、その歯を献上した。天皇は、これこそ、聖人というべきだと、商嘆した。上元七年、聖は天皇の母、皇太后。 藤原明子は天狗に悩まされていた。諸人の構想にも重複できる者がおらず、天狗は三世の諸仏の化身でなければ、誰も我を下し我が名を知ることはできぬと方言していた。そこで総王を拝めされ家事したが、二三日しても弦がない。総王は永山に戻り不動明王に祈ったが、明王像は総王を避けるように西へ東へと向きを変えてしまう。 双王は涙を流し祈りながら自分にどのような罪かがあって背を向けられるのか問うたところ、明王は答えていった。かつて神前僧侶は不動明王主を持たしていた。その神前が今、横島州により天狗道に落ち、皇太后を悩ませているのだ。私は明王主を持たしている者を後世まで守護するという誓いを立てている。 だから、明王主では彼を縛ることはできない。まず、あなたは神勢僧乗の後世ではありませんかと天狗に告げ、彼が頭を下げたところで大特殊を持って家事すれば、よい。私は、邪質を除き彼を仏像におもむかせるために、これを教えるのだ。後日、騒音が再び宮中に召され、明王の教え通りにすると、天狗は屈服し、しばらくして下脱した。 その後、交代号が悩まされることはなかった。演技三年、玄寺氏が重病で瀕死の状態にあった。左大臣、藤原時平が玄寺氏の相帽に相応を呼んで、七が日の不動法を収めさせたところ、六日目、ロダンの猛火の上に、大日如来と不動明王が並んで献言した。その姿は相応と玄寺氏だけに見え、他の者には見えなかった。 ゲ寺テラ氏は、お尚の玄徳のおかげで如来の権限を目の当たりにし、死の淵を脱し再生したことを知りました。私は、不得のものですが、この御恩は決して忘れませんと涙を流して感謝した。演技15年、総王は、不動明王像に王女を記念した。すると、夢の中で、明王は、総王、趣味山の頂上に連れて行き、実行浄土を見せて、 願い求める浄土に王生するがいいと言った。目覚めて、総王は感激し涙で衣を濡らした。その後、吐卒剣の内院への王生を記念すると、夢の中で吐卒剣の外院に至った。内院にいた、時系大徳が総王の来るのを見て、島金の死に乗り出てきて、私は、北ッ行読書のおかげで内院に王生した。お前も早く本山に帰って、 ひたすらホッケ行を転読しなさいと悟した。その後、双王はホッケ業転読に専念した。なお、ホッケ元気ではやや異なる内容になっている。双王は原神のまま土卒の内因に上り魅勒菩薩にあって礼拝したいと不動明王に祈った。はじめ明王は、破界の者が天上に行くことはできない。まして土卒の内因は、 次にフッツとなる最高位の菩薩の住みか。その眷属として使えるのも、すでに煩悩を断じ尽くして、昇華を得たものだ。凡夫の身でたやすく登ることができようかと拒んだが、その念願の深さを知り、行者の念願を助けるという本願に従って、相応連れと卒点に登った。だが、外院を杉ぎ院に向かうところで、 門を守る天神が総王行く手を遮り、明王の本税の力によって、ここまで来ることができたが、お前にはまだ内員に来られる善根がない。なぜなら、お前はまだ北華行を独唱できず、四種三枚の修行もできない。早くもといたところに帰って、北華行を独唱し、明を恵みを信じ、その善根をもってこの天に往生するがよいと告げた。総王は加階に下り、 ホッケ行を読まず一条を修行しなかったことを涙を流して懺悔した。そして老後に望んで初めてホッケ行を読み一条に心配した。ありがとうございます。